フランク・モンタニーが練習走行するプレイステーションペスカロロ C60 ペスカロロスポールはフランスのルマンに拠点を置いて活動していたレーシングチームコンストラクター2000年に元レーシングドライバーのアンリ・ペスカロロらによって設立されルマン24時間レースやルマンシリーズといったレースに出場してきた2007年にはソルニエレーシングを買収して ペスカロロオートモービルズと社名を変更し、レーシングチームは新会社の一部門となった。しかしそれ以降は財政難に陥り、2010年には破産手続きを申請。翌2011年にはペスカロロチームと名称を変えたが、財政状況が改善しないまま2014年を最後にチームは解散した。2000年1月1日、サルトサーキットの敷地内にて設立。 当初はクラーチュコンペティション製の C52 に不ー性のエンジンを搭載してレースに参戦しており、それまでアンリが所属していたクラーチュチームの流れを組んだ形となっていた。ルマン24時間レースを目的に設立されたチームだったが関連シリーズのアメリカンルマンシリーズにも精力的に参加し、チームとして初めて参加した2000年のルマン24時間では、 上位3位を独占していたアウディに次いで4位に入賞し、注目を集めた。翌2001年には、活動範囲を拡大し、ヨーロピアンルマンシリーズや FIA、スポーツカー選手権へ出場すべく、クラージュ C60 を2台購入した。この年のルマン24時間では1台が、リタイア、もう1台も13位と振るわなかったが、同年7月のエストリル 1000km では一転して、 勝利を収め、続くマニクールでは、フェラーリ 333SP やアスカリ A410 といった競合を下したことで、さらなる注目を集める。2002年には、FIA スポーツカー選手権に、フル参戦し、チームランキングでは、レーシングーホラントに次いで2位に入った。しかし、ルマン24時間での成績はこの年も振るわず、1台が10位フィニッシュという、結果に終わっている。 2003年は初戦から勝利でシーズンをスタートしたが、その後3戦連続でリタイアするという事態に陥った。この年のルマン24時間では2台とも完走し、8位9位という結果を収めたが、チームは次第に財政難に陥り始める。部長がスポンサーから外れエンジン供給を停止したことも、 資金不足に拍車をかけていた。新たなスポンサー探しに奔走する中で、日本企業のソニーが名乗りを上げ、プレイステーション2用ゲームソフト、グランツーリスモ4に、ペスカロロスポールのマシンが収録される運びとなった。このプロモーション効果は一定の成果を上げ、ジャット製新エンジンの調達やマシンの改良に資金を投入できるようになった。2004年にはエンジンを、ジャット製の5リッター V10、 な、エンジンに換装した。この頃より、ペスカロロ仕様のクラージュ C60 は、クラージュの手を離れ、ペスカロロ C60 として、より独自開発色を強めていくこととなる。ルマン、耐久シリーズは前述の資金難の影響で1台のみのエントリーとなったが、序盤2000でポイントを獲得し、チームランキングでは6位に入った。ルマン24時間でも4位に入賞している。2005年、 ペスカロロシー6 0でスパ 1000km にて2位に入賞する。2005年シーズンでは大きく躍進し、ルマン耐久シリーズでは内2戦で優勝という快挙を達成。2番手のザイテックモータースポーツと接戦を繰り広げ、わずか2ポイントという僅差でチャンピオンに輝いた。この快挙はルマン24時間でも続き、予選ではポールポジションを獲得。 決勝でもトップのアウディから2周差の2位でフィニッシュし、ファステストラップも記録した。2006年のルマンシリーズでは5戦前戦で優勝を収め2年連続でチャンピオンを獲得。ルマン24時間では、アウディジニエが新たに R10 を2台投入してきたが、うち1台を下し2位に入賞している。ルマンシリーズでペスカロロスポールが使用した、ペスカロロ01ジャット2006年末、 プロトタイプレーシングカーのクローズドタイプのコックピットの開発を促進させることを主眼とする新しいレギュレーションがフランス西部自動車クラブが共産する様々なシリーズに対して発行することとなった。2006年シーズンで使用していたレースカーは翌2007年シーズンでは不適合車となってしまうため多くのチームが新車を購入するか製造するかを迫られることになった。 ペスカロロ C60 は2007年から発行されるレギュレーションに適合しないためチームオーナーのアンリ・ペスカロロは初めてフルコンストラクターになることを決断したペスカロロ01はペスカロロスポールのみの使用だけでなく他チームに対しても01の顧客として販売することを想定して開発された2007年デビューレースとなるルマンシリーズの開幕戦で2台のペスカロロスポールの レースカーが出走し、ペスカロロスポール16号車は2位に入り、17号車は4位に入っている。ペスカロロスポール16号車は LMP1 のチームランキングで2位に押し上げ、良い成績をもたらした。ペスカロロスポール17号車はポイント獲得に苦しんでランキング7位に終わった。前年2006年のレースで2位に入っていることから、 ルマン24時間レースの自動招待枠を獲得しているペスカロロスポールは、エマニュエル・コラール、ジャン・クリストフ・ブイン、ロマン・デュ・マラ3人がドライブするペスカロロスポール16号車は、優勝したアウディに11周差の3位に入っている。2008年、LMP1 クラスは、前年の王者のプジョーだけでなく、アウディという強敵が新たに参入することになり、前年以上に手強い戦いを強いられた。 ペスカロロスポールは16号車と17号車がそれぞれ1回ずつ合わせて2回表彰台に上った。16号車はペスカロロ01勢最上位のチームランキング6位に入った。ルマン24時間レースにはペスカロロスポール17号車はガソリン車最上位の総合7位に入った。2009年ペスカロロ01でルマンシリーズにエントリーし、 ペスカロロスポール16号車は LMP1 クラスのチームランキングでローラーストンマーキン B09-60 を使用したアムールイースタンヨーロッパの13ポイント差の2位につけたペスカロロスポール17号車は開幕2戦をペスカロロ01を使用しただけでその後はプジョーのレースカーに切り替えているペスカロロスポールはルマン24時間レースに ペスカロロ01を16号車1台しか使用しなかった。17号車は、プジョー908ハリーファップを使用した。ペスカロロスポール16号車は、9台のディーゼルエンジン車の LMP1Z と、ガソリンエンジン車のアストン・マーティン・レーシングやオレカといったしぶといライバルを相手に、総合8位に入っている。日本で行われたアジアンルマンシリーズでは、ソラレーシングとして、 中野真嗣が参戦、総合優勝した。12月、オークレーシングは、ペスカロロスポールの事業の製造部門を引き継ぐことについて、ペスカロロスポールと合意した。その結果、ペスカロロスポールに関わる全ての商業活動ばかりで、なく、そのプロトタイプレーシングカーの開発と、シャーシやボディワークや、スペアパーツの製造などについても、オークレーシングが引き受けることになった。 2010年、ペスカロロスポールは6月に、関在人による管理下に置かれた後に、結局7月13日に解散に追い込まれたため、一切のレース活動を行わなかった。10月15日、ペスカロロスポールの資産売却の際、オークレーシングのオーナーのジャック・ニコレと、プレスティージ・レーシングのジョエル・リビエールは共同して、敷地を購入し、後にアンリ・ペスカロロに乗与して、 彼にペスカロローチームを復活させた。2011年、ペスカロロスポールの財政難による破産の後、その事業を引き継いで、チーム名を新しく、ペスカロローチームと改めた、組織化のチームに、ペスカロロは復帰している。ペスカロローチームは、ルマンシリーズとルマン24時間レースの LMP1 クラスに参戦した。ペスカロローチームは、カステレ時間レースに台のみで参戦し、 念願の優勝を果たした。古いエンジンのために、規定の適用免除を受けた、ジャットの V10 を搭載した、レースカーは、エマニュエル・コラール、クリストフ・タンソー、ジュリアン・ジュスのドライブにより2位に一周差をつけて、チェッカーを受けている。2012年、FIA 世界耐久選手権に、ペスカロロ01の LMP1 カーは開幕戦の一戦、のみの出走で、その後は、 アストン・マーティン・アムール1をモディファイしたペスカロロ03に切り替えることがあらかじめ決定されていた。ペスカロロ01を使用する最後の機会となったセブリング12時間レースにおいて総合6位 LMP1.3 位に入っている。ルマン24時間レースでは16号車ペスカロロ03割タイヤ17号車は ドームとジョイントしたドーム S102.5 を走らしたが、乾燥扱いにならなかった。ルマンの後、ペスカロロチームは財政難に陥り、アンリ・ペスカロロはチームクルーの多くを解雇することを余儀なくされた。2014年、ペスカロロチームは資産不足のために解散した。2017年、ペスカロロスポーツはプロトタイプマシン、ペスカロロ 04LM を発表した。 シボレーの6.2リッターエンジンを搭載する新型マシンの公開と同時に同社を使用して争われる新たなワンメイクレースを開催することも合わせてアナウンス。今回発表されたマシンはヨーロッパで行われている LMP3 やグループ CN GT3 マシンなどが出場するビデビーエンデュランスシリーズと P2LMP3 グループ CN などで争われる24時間プロトシリーズへの参戦が可能となる。なお、ペスカローロスポーツは、このマシンをさらに高速化させた、ペスカローロレイ後の開発を計画していることも明らかにしている。ペスカローロスポーツは2009年に、フランスのソラコンポジネットグループに売却され、その後、ソラグループ内では、ルマンレーシングスクールで使用されていた。 ペスカロロレーニを製造してきたが、2016年、現代表のジョセリン・ペドロノによって、再度、買収が行われている。なお、創設者のアンリ、ペスカロロは、私は全く関与していないし、一切サポートしていないとコメントした。アンリは2011年に新たに設立した、ペスカロロチームの代表として、再びサーキットに戻った際にも、ペドロノが運営する会社を支援していないと述べている。 ありがとうございます。